それでは定刻になりましたので、ただいまから9月6日の原子力規制委員会定例会見を始めます。皆様からの質問を受けします。いつもの通り所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。ご質問のある方は手を挙げてください。はい、上村さん。共同通信の上村です。今日の委員会の議題の位置について伺います。敦賀原発2号機について審査再開を決められました。その再開にあたっての受け止めと、それからこれまで日本原電はですね、誤記であったりとかデータの書き換えであったりとか、そういった問題がありましたけれども、今後の審査はどういった姿勢で臨むのが好ましいかというふうなお考えありましたらお聞かせください。はい、今年の春に指導書を発出して、経団層の破砕帯、いわゆる建屋の下部の破砕帯との連続性、並びに経団層の活動性、この両者がきちっと審査ができるように書類を補正をして提出するようにという指導を行ったわけでございますけれども、期限以内に補正書が提出された。で、今日委員会でも報告ございましたけれども、形式上は不備はないということで、委員会としても審査の再開を決定をさせていただきました。その上で、これ4月11日でございますけれども、日本原電の社長村松社長と CEO 会議を開催させていただいて、これが最後のつもりで、きちっと審査書の補正を行うようにという指示をさせていただいて、その上で社長の責任の下で指導補正書を作成をいただいたというふうに思っておりますので、きちっとした審査書が提出されたものというふうに考えております。これからは委員会の中でも指示をさせていただきましたけれども、毎回審査会合で議論をした内容、あるいはその共通理解が得られるように、きちっとまとめを議論をして文書化をして、合意に至った上で次の会合に移るという慎重な審査を進めてもらうように指示をしたところでございます。今のお話でもありましたけれども、最後の判断だと。で、4月5日のですね、会見の中でも委員長ご自身、また修正してということが続くとは思っていない、これが最後だと思っているというふうな発言があったかと思うんですけれども、現時点でのそういった認識についてはいかがでしょうか。審査会合の中でどのような問題が出てくるかということについては、仮定の話でございますので、これは今お答えすることはできませんけれども、何か問題が生じた場合につきましては、委員会で再度議論をさせていただいて、今後の審査の進め方等については判断をしたいというふうに考えております。改めてになるんですけれども、その委員会での その最終判断ということになるんだと思うんですけれども、この補正書において、その許可とか不許可という判断が、不許可の判断も含めて、そういった判断があり得るというふうにお考えということでしょうか。今日の委員会でも資料の中に出てきておりましたけれども、審査会合での結果の判断については、委員会できちっと議論をして、判断をしたいというふうに考えています。不可ということも含めて判断をしたい。これも本当にどういう判断になろうかというのは、委員会審査会合の結果次第ということになろうかと思います。はい、委員会で最終判断をしたいというところでございます。現時点では、じゃあ審査会合の内容というのを、はい、詳しく見ていきたいというふうにお考えで。その通りでございます。
石渡委員も発言をされておりましたけれども、かなり詳細な補正書が提出されたということで、きちっと審査を進めていただけるものというふうに考えております。分かりました。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。正野さん。フリーランス正野です。よろしくお願いします。今の点について引き続きなんですが、最後のところでおっしゃられていた点についてです。もしもその経断層の活動性、あるいは原子炉建屋や直下を通過する破砕帯の連続性が認められた場合にはあったということになった場合には、原子力規制委員会が、負荷設置変更許可を認めないということもありえると考えますが、それでよろしいでしょうか。これはもう審査会合の中身次第ということでございますので、その結果に基づいて委員会で最終的な判断、これはもうさまざまな結果、これから審査をするものでございますから、可能性としてはいろいろあるかと思いますけれども、判断は委員会できちっとさせていただくということでございます。念のためなんですが、その審査の結果、負荷というのは非常に規制者側にとっても重いものですし、非規制者側にとっても重く難しいものだと思うのですが、相当な覚悟が必要になると思いますが、もし負荷となると、そのあたりの覚悟というのは現在の規制委員会のメンバーにはあるというふうにお考えになっていらっしゃるでしょうか。これは指導書を発出して経断層の活動性、それから経断層と原子炉直下の建屋直下の破砕帯との連続性、これについてきちっと判断をします。それの判断に足るような補正書を出してくださいという指導をしたわけでございますから、委員会としても最終的な審査会合の結果についてはきちっとした判断をしていきたいというふうに思っておりますし、各委員そういう思いでいるというふうに私自身は考えております。一旦終わります。他にご質問いかがでしょうか。はい、福地さん。朝日新聞の福地と申します。私も敦賀2号の関係ですけれども、はい、今日の定例会の中で石渡委員がトレーサビリティという言葉を使われて、審査資料の質、その中身がどれだけしっかりされているのかというところを言及ありましたけれども、柱状図の書き換えの話のように、はい、そもそも信頼に足る資料ではないなこれはというようなものが仮に、補正書の中身であったり、また審査会合の中で出てきた、それが分かった場合にはより重い判断、審査をもう本当に打ち切るとか、何かそういった対応も今後ありうるんでしょうか。石渡委員からコメントとしてございましたけれども、あるいは質問の形でもあったかと思います。データのトレーサビリティについては確認したのか。いえ、それは審査会合で見ますという規制庁側からの答えでございました。これは審査会合の中できちっと石渡委員にも参加をいただいて判断をしていくことになろうかと思います。また鋳造図に問題があった場合どうでしょうかというそういうご質問だと思いますけれども、これさまざまな問題というのが仮に審査会合で生じた場合、これは先ほどの答えと重なりますけれども、やはり委員会で判断をきちっとしていくことになろうかと思います。これについては先ほどと同じ答えになります。ありがとうございます。過去にはこの3月末4月にかけて その、行政指導を出される時の議論や委員長の会見の中では打ち切りも含めて判断しなきゃいけないとかといった言及もありましたけど、
先ほどちょっと話にあったその仮にまああの活動性があるか否かというそういう判断ではなくて、その手前 の、 あの審査資料の質であるとか信用性あの信頼性が足りないみたいな、そういった部分の問題が起きた場合は何か具体的に取りうるあの委員会としての対応策というのがもし具体的に今言えるものがあれば教えていただけますか。これについては4月に CEO との面談の際にきちっとした資料を社長の責任のもと作ってくださいと、これはもう確認できる経団層について確認できる審査に値する資料を提出してくださいというふうなお願いをして、ご了解を得た上でこれは進めてきていることでございますので、資料については間違いないものが出てきているものというふうに現時点では考えております。ただ審査会合の中でいろんな問題が出てくる可能性もございますので、そういう問題が出てきた場合には仮定の話ではございますけれども、改めて委員会で何らかの判断をしなければならない状況というのもあり得るかと考えています。わかりました。他にご質問いかがでしょうか。はい、橋口さん。 NHK の橋口です。すみません、引き続き敦賀にご受けて、今の朝日新聞さんの質問への回答でちょっと分からなかったんですけど、その何らかの判断というのがどういう判断なのかが分からないんですけど、そのあたりちょっと具体的にちょっとお願いできますか。これはもう本当にどういう問題が出てくるかということも、これは審査会合の中身次第ということでございますし、これはもう本当仮定の話でございますので、問題が発生してきたした場合委員会で判断をしなければならない、そういう状況もあろうかという仮定の話でございますので、はい、仮定の話は承知で、一番も最悪な場合は、また同じようなですね、ないと思いますけれども、書き換えなりですね、白片の資料の場所が間違えたりとか、同じような、重大な不備があった場合で、その規制委員会が判断するのは何を判断するんですかね。その不許可許可の不許可にするのか、それとも事実上の打ち切りを含めた審査をもうしないということを判断するのか。その判断もいろんな事象によって変わってくるかと思います。当然審査を継続するかしないかというような判断もあろうかと思いますし、これはもうさまざまな判断があろうかと思いますので、仮定のお答えについては控えさせていただきたいと思います。あと今回補正書の中ではですね、日本原電側が新たな手法でですね、活動性の連続性の否定する手法を盛り込んだと思いますけども、このあたりはどういうふうに見てますでしょうか。これは石谷もコメントされておりましたけれども、非常にこれまでとは違って詳細な資料を提出されたということはコメント通りだというふうに考えておりますし、また鉱物脈法あるいは新しいその分子学的な方法を使って、活動性の否定あるいは連続性の否定を試みようとしているということも承知はしておりますけれども、そのあたり の、 成立性等については審査会合の中で、きっちりと審査をしていただけるものというふうに考えています。ありがとうございます。あと最後、今回補正書はですね、日本原電だけでなくて、他の電力会社やメーカーからのサポートを受けて提出したというふうなことですけれども、本来でしたらその自分のプラントですから、事業者側の自分の責任で品質確保するのことが求められるのが道理だと思うんですけど、こういう状況になったことについてはどういうふうに見てらっしゃいますか。安全の第一義の責任は当該事業者であるというふうに私自身も考えております。ただしこういうふうに地震あるいは津波のような自然ハザードについては各社さまざまなノウハウを持っているところでございますので、そこが協力して技術的な判断をするサポートをするというあるいはサポートをされるということ自身は大きな問題であるとは考えておりませんし、むしろ当初からそういう協力ないしは議論というのをすべきだったんだろうなというふうに思っております。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。はい、小野沢さん。
東京新聞の小野沢です。先ほどから各社さんが聞いてらっしゃる重大な不備が見つかった場合の対応についてなんですけども、まあ、その今までの会見ですとその場でこうもう結論を出すっていうふうにおっしゃってたんですけども、ちょっと厳しさっていう点からすると後退されてるのかなっていうふうに思うんですが、委員長自身のご認識が変わったということなんですか？私自身認識は変わったというわけではございません。社長との CEO 会議の中でもお話をしたように、これがいわゆる最後のつもりで取り組んでいただきたいというそういう気持ちについては考え変わっておりません。最終的にこれが審査に値するきちっとした資料を作っていただけたというふうに現時点では考えておりますし、これからその審査をきちっとしていただければというふうに思っております。それについては考えとしては変わっておりません。となりますと、また同じような、同じ質問になっちゃうんですけども、また同じような重大な誤りがあった場合っていうのは、委員会で議論するとおっしゃってますけども、それ以上審査ができ、このまんまだとできないっていうことで、で、また修正を求めるとかしないつもりだっていうふうにおっしゃってるわけで、そうなるともう不許可ということしかありえないと思うんですけど、他の選択肢何を議論委員会で議論できるんでしょうか？これはもう本当にどういう問題がその審査会合の中で生じるかというのは本当にこれは本当審査をしてみないとわからないところでございますので、仮定の話にはなってしまいますけれども、そういったさまざまな問題が出てきた場合には委員会で判断をするということになろうかと思います。この判断についてもいろんな判断があろうかと思いますし、審査を継続するとかしないとかというところも含めていろんな判断になろうかと思います。これはもう本当に仮定の話なのでそれ以上はお答えできないところです。先生、私が不勉強なだけなんだと思うんですけども、この不許可にする以外に審査を続けるか続けないかとか、それっていろいろな選択肢があるとおっしゃいますけど、具体的にじゃあどういう選択肢があるんですか？これは本当にその一緒あたりにもコメントされておりますし、かなり以前に比べると詳細な資料が補正書として提出されたということで、審査会合の中でどういう議論をなされるかでおそらく結論も変わってくる可能性もございますし、その結論に基づいて今日の資料の中でも出ておりますけれども、委員会で最終判断をしたいというところでございます。ちょっと私の質問に答えていただけないような、ちょっと噛み合わないなって思うんですけども、その今出された申請書で最終的な結論ですよね、この場合再稼働の審査なんだからそれを適合してますっていう判断か不許可ですっていう判断かの二択だと思うんですけども、それ以外の選択肢ってあるんですか？今回の補正書については、経団層について審査に値するものを出していただきたいということでございますので、その点についての判断を委員会の方でして審査会合の中できちっと議論をしていただいて、その結果について委員会で判断をしたいというところでございます。ただ経団層の判断というのはその後続の審査の前提ですよね。そこがダメだってなったら他のプラントの審査する意味もないはずで、そこがちょっと認識がずれているというか、その不許可以外に何か選択肢があるのかなっていうのは、ごめんなさい、なんか質問が繰り返しになっちゃっているのは認識してるんですけども、さまざまな選択肢って何ですか？審査会合の結果がどのような結果になるかというのは審査会合次第かというふうに思っております。当然審査に値しないという結果が出てくるかもしれませんし、
経団層の活動性あるいは連続性について何かの判断が出てくるかもしれませんし、その結果次第で当然委員会での議論というのも変わってくるかというふうに思っています。これも本当に仮定の話になってしまいますので。分かりました。他にご質問いかがでしょうか。田島さん。共同通信の田島です。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと今の話で関連してその許可不許可以外の選択肢というお話の中で、これ例えばまた今回のように再び議論、あ、すみません、審査を中断するというものは選択肢の中に入っているんでしょうか。これ本当にその審査の会合の中身がどういうふうになるかというのは、これ本当にまだこれからなので分かりません。審査書もかなり充実されたものが出てきているというお話を聞いておりますし、新しい手法も導入されているということでございますので、その結果というのが今まで通りなのか、あるいはその何かデータの云々に不備があるのかということについても、審査会合の中身次第ということなので、その結果あるいはその問題が生じた場合には委員会にまた挙げていただいて議論をすることになるかと思いますし、審査会合が継続的に続いて何らかの審査会合で判断が出た場合には、その結果について委員会で議論するといういろんな選択肢がある、かと思います。わかりました。結構そのすみません、ちょっと話が敦賀2号機なんですけど、ちょっと別にそれて、慎重に審査をしてほしいということを冒頭の質疑の中でおっしゃっていたかと思うんですけれども、結構この審査自体がもう結構長くかかっているもので、いたずらに長引かせるというのもあまり適切でないなとは思うんですけれども、審査の進め方については、どのような工夫がいると委員長お考えでしょうか。これは私、あえて指示をしたところでございますけれども、審査の改善ということの中で、やはり事業者と規制委員会との間で意見の相違あるいは審査会合で議論したことの中身についての齟齬がないように、確実に毎回まとめをしていただいて、それを文書化して確認をするという作業を徹底をしてくださいというお願いをいたしました。その理解が何回か審査会を重ねてまたずれてますということでは本当にその繰り返しになりますので、審査の改善という意味でもそういうところはきちっと徹底をしていただいて審査を進めてほしいということをあえて規制庁に指示したところでございます。わかりました。ありがとうございます。すみません、話題が変わって柏崎刈羽原発の件なんですけれども、先週東電の適格性の再確認に関する公開会合が開かれました。でそこでいろいろ東電が取り組みの状況を紹介されていましたが、委員長、すみません、東電自身はこれまでの取り組みについては7つの約束について、はい、ある程度実行できているという主張をされていらっしゃいましたが、委員長ご自身、東電が示されたこれまでの取り組み内容をご覧になられていかがでしょうか。柏崎刈羽の適格性について基本姿勢についてどういう取り組みをしているかということを東京電力に説明をしていただいたと。非常に分厚い資料が出てきましたけれども、7つの項目について、特にその安全性向上ですとか社長の責任あるいは情報共有というところ、この点についてはですね、やはりきちっとその品質管理あるいはその品質マネジメントについての取り組みあるいはその仕組みについて検査の中で見ていってもらいたいなというふうに考えているところでございます。おそらく来週あたりから現場に入って検査をしてもらうことになろうかと思います。わかりました。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。はい、斉藤さん。
新潟日報の斉藤です。柏崎刈羽の関係で、はい、この追加検査の関係でですね、お聞きしたいんですけども、先週4つの課題のうちの扶養警報対策について東京電力から改善措置が完了したと報告があったかと思います。これでその4つのうち半分について、東電側の対応が完了したことになると思うんですが、追加検査の全体の中の進捗状況だとか今後の見通しについてお考えがあればお願いいたします。すでに是正が完了したという変更管理の運用改善の話でございますけれども、これについては検査を開始したという検査チームからの報告を受けております。残りまだ是正措置完了していない2点については、PP キャップの話ですとか、あるいは一過性にしない取り組みですとか、この点についてはまだ完了報告来ておりませんけれども、一部検査を始めているところでございます。まだ全体通じていつ完了するかというのは現時点では明言できませんけれども、検査に着手をし始めたというところでございます。東京電力からは4つのうちの2つについて完了をしましたという是正完了しましたという報告を受けておりますので、逐次検査を進めていくことになろうかというふうに思います。現状ですね、東京電力のその改善状況については委員長ご自身どのような認識でいらっしゃるでしょうか。はい、まず変更管理の運用改善については、これは安全についてのその同じような取り組みを参考にして取り組まれたんだろうなというふうに思っておりますし、これは改善をしやすい点であったかなというふうに思っております。また扶養警報についてはですね、徐々にではありますけれども改善は見受けられましたので、是正措置完了というのはおそらくその扶養警報に対するその対応の仕方とか体制というのを整備されたんだろうなというふうな理解をしております。あと2項目でございますけれども、やはりその残った2項目というのはかなり難しい項目だろうと思いますけれども、その点については検査チーム、追加検査のチームの方ですでに検査は始めているというふうに聞いておりますので、徐々にではありますけれども、その改善は進んでいるのではないかなというふうに思っています。他にご質問いかがでしょうか。はい、正野さん以外皆様よろしいでしょうか。正野さんお待ちください。佐々木さんお願いします。朝日新聞の佐々木です。よろしくお願いします。敦賀の話に戻ってしまうんですけれども、先ほど質疑の中で補正申請書にまた再び重大な誤りがあった場合どうするかという質疑はあったんですけれども、重大な誤りはないんだけれども、今回の補正申請書ではその活断層である可能性を否定できないというふうになった場合には、それはもう一度資料を出し直してくださいっていうことになるのか、それとも今回の申請書ではその活断層でないという判断はできないので、一旦不許可にするという判断になるのか、そのどちらでしょうか。経断層についてきちっとした補正書を提出してくださいと、経断層について判断できる補正書を出してくださいと、そういうお願いをいたしましたので、この補正書をもって、審査会合の結論を出していただくということになろうかと思います。その結論次第で委員会で議論をして、最終判断をしたいというふうに考えています。するに特にその審査資料上 の, その重大な間違いというのがなくても、この審査書をもってこれは活断層であることは否定できないという判断になる可能性もあるということですか。これは本当にその審査会合の結論次第ということになろうかと思いますけど、その結論に基づいて委員会で議論をしていきたいというふうに考えています。
かりました。あと柏崎刈羽の関係でその残っている2項目についても検査を進めているということでしたけれども、これ私の理解だと今のフェーズ3については東電の方で改善しましたという報告があってから検査に入るということだったのかなと思ったんですけど、もうすでに検査に入っているというのはどういう検査をしているということですか。いわゆるその日々見れるところは検査官が見ているという報告を受けています。多分PPCAP の会議をウェブ上で見るとかですね、そういうような取り組みをしているんだろうというふうに思っています。継続的にそういうその変化が見れるようなところについては検査をしておりますという、そういう報告を受けております。それとその残っている2項目については、その本格的な検査というのはまだ始まってないということですか。当然その是正措置完了いたしましたという報告が上がってくれば、当然その詳細な検査をすることになろうかというふうに思っています。まだその報告は東電からは受けておりません。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。はい、それでは正野さんで終わりにしたいと思いますが、よろしいですか。はい、正野さんお願いします。フリーランス正野です。よろしくお願いします。8月30日の議題のことで大変恐縮なんですけれども、HF事故に関する知見の規制への取り入れに関してなんですが、水素爆発対策について、アテナから の取り組み状況を聴取したということがございました。でこの水素爆発対策に対しては、新潟県が設置した原子力発電所の安全管理に関する技術委員会が2020年に出した報告書ですでに指摘をされていまして、規制委員会としてのその知見の取り入れというのが後手に回った形だと思うのですが、それについて何かご見解があれば教えてください。建屋の水素爆発については以前から事故調査の報告を会合で受けていたところでございます。でまずその第一義の取り組み対策として、フィルターベントを水素対策としてバックフィットをかけるという、そういうまず第一義の対応をしたわけでございます。まあ、その他のいわゆる建屋の水素対策、水素そのものの挙動も含めてどういう対策を取るのかについてはですね、事業者それぞれが現在取り組んでくれているところであるかと思いますし、ガイドの中でもそのこういう取り組みが考えられるのではないかというようなガイドの修正なんかも行っておりますので、この点については今後それほど遠くない将来稼働前にいろんな対策が取られるものというふうに思っております。実際にはその柏崎刈羽6、7と東海大に、女川2号、島根2号はこの水素爆発対策、その、新潟県の委員会が指摘していたものが、こう反映される前に申請許可、を、まあ、認められてしまっていますけれども、こういったことが今後ないように、例えば新潟県 その当時の技術委員会の報告書を改めて直接委員会 の方々からヒアリングをするなどやってはいかがと思うのですが、いかがでしょうか。アテナから事業者からのみでは公正性に欠けるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。いわゆる HF 事故の調査については、いろんな外部の有識者にも協力をしていただきながら進めているところでございます。水素対策あるいは水素挙動についても詳細な調査を進めているところでございますし、まず第一義の対策としてはフィルターベントで水素を排出するという、そういう対策をバックフィットで求めて法案規定に反映するという、そういう要求をしたところでございます。
まあ、その他の対策については、水素挙動についてはまだ事故調査のグループでもまだ調査を続けているところでございますし、分析も進めているところでございます。いろんな対策が可能かというふうに思っておりますので、再稼働前にそれぞれの発電所で建屋にも特徴ございますので、対策を取ってもらえるものというふうに思っています。必要とあれば指示をいたします。そうすると、その新潟県の、技術委員会とか、あるいは任意団体で木海事故調というのがありますが、そういったところもさまざまな新知見について指摘をされていますが、そういったところは、からのヒアリングはするおつもりはないということなんでしょうか。事故調査 の、 委員会については、これはオープンの場で議論をさせていただいておりますので、そういった場に意見を頂戴するということは可能かと思いますけれども、いろんな先生方に入っていただいておりますので、いろんな議論ができているものというふうに考えております。改めてそのどこそこの団体ということは今考えておりませんけれども、オープンの場で議論をしておりますので、例えば議論に参加をしていただくという手を挙げていただければ、当然参加も可能だと思いますし、その場で意見を頂戴するということも可能かと思いますので、公開の場でやっておりますので、はい、分かりました。手挙げ方式でなぜか参加ができるというふうにちょっと受け止めましたが、最後の質問させていただきます。すみません、3月23日の議題で恐縮なんですけれども、はい、原子力規制委員会の、令和4年度の政策評価についてなんですが、そこでその政策目標に独立性、中立性、透明性の確保と組織体制の充実というのが掲げられておりましたが、その令和2年度の政策評価の中で、その例 の、 その運転期間を電気事業法に移す事前相談が7月から10月まで、その規制委員会に相談なく、規制や経産省との間で行われていたということについては触れられておりませんでした。これ言及があるべきだったのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。これはもう昨年からの議論で、いわゆるその経済産業省と規制庁等の職員 の、 意見交換というのは、規制委員会の独立性を毀損するものではないという、そういう委員会の結論でございますし、私もそれと同意見でございますので、特段問題がないというふうに思っております。ところが、その令和5年度の取り組みとか業務計画の中には、原子力利用の推進に係る事務を所掌する、行政機関との関係における透明性向上という目標が掲げられています。これはまさにその先ほど言った事案を反映したものだと理解したんですが、これは一体じゃあ何のことだったんでしょうか。問題でないと思われたのであれば、独立性には問題なかったというふうに思っておりますけれども、やはり情報公開というところで、もっとその透明性を高めるべきであるというのは、これはもうこれまでの議論を正野さんもご覧をいただいておると思いますので、透明性を高めましょうということで、文書の公開ですとかについては、より努力をしてまいりましょうという、透明性についてはそのより高めましょうということについては、もうこれまで の、 経緯の通りでございます。とすると、やはりここの描写というのは、その規制庁と事前相談を規制庁職員がやっていたという事案のことで、透明性には問題があったが、独立性中立性には問題がなかったという意味だと理解すればよろしいんでしょうか。その通りだと思います。透明性は高めてくださいと、例えば文書のやり取りしたんであれば、出せる文書は出してくださいという、これはもう私就任当初からお願いをしてた通りでございまして、年末にはさらにそれを高めるような努力をしてくださいということで、ルールを変更して
さらに透明性を高めるような取り組みをしてもらったというふうに考えています。透明性のなさがゆえに中立性独立性も疑われたということだと思うので、ちょっと納得いかない説明ですけども、すみません、ちょっと関連して最後なんですが、ごめんなさい、IAEA についてなんですけれども、ごめんなさい、ロキ法の改正の規則について、ごめんなさい、8月30日の議題になっていたことで、パブコメの中で、主要6事象を、まあ、長期施設管理計画の評価事象とします。で、他は事業者次第だということで、それは問題が事象を見落とすリスクがあるんじゃないかというパブコメに対して、規制庁はいろいろ、まあ、意見を考え方を示した中で、一つ IAEA が、安全確保の一時的責任は事業者が負うとありますというような根拠を一つ挙げていらっしゃいましたが、先日東京電力の、小野明、廃炉汚染水対策最高責任者の方が IAEA に出向していた経験があり、現在もなお2人ぐらいは、まあ、常時出向者がいるというようなことがおっしゃられており、そうするとちょっとその IAEA の、まあ、独立性といいますか、安全確保を謳う人々として、その中立性がちょっと疑われていることになるのではないかと思ったのですが、長い質問ですみません、委員長はどのようにお考えでしょうか。正野さんのご質問は、IAEA は国際的なに独立した規制機関ではないという、原子力の安全に関わる機関ではないという、そういうコメントでしょうか。そうですね、電力会社の方々も出向しておられるということであれば、言葉は悪いですが、まあ、同業者というか同じ穴の虫なというか、そういったふうに思えてしまうのですけれども、そうするとその IAEA を盾にして、IAEA がこう言ってるから大丈夫ですっていうような論理は成り立ちにくくなるのではないかというふうに指摘をしたいのですが、委員長のお考えはどうでしょうか。はい、正野さんのその IAEA の国際的なその中立性独立性に対する疑義については、私はIAEA というのは各国からさまざまな職員を受け入れておりますし、民間からも受け入れている場合もございます。当然その IAEA のルールに基づいて、IAEA の仕事を各国から来た職員はしているというふうに考えておりますし、私自身その IAEA が国際的に中立であり、あるいは独立な安全に関する原子力安全に関する機関であるということについては何ら疑義は持っておりません。またその IAEA が表明している安全の第一義の責任は事業者にあるという、これはもう本当根本原理だというふうに思っておりますので、まあそれについては私はその通りだと思いますけれども、まあそれに加えて主要6事象、これはもう主要な事象なので、きちっと貢献年間について評価する場合には取り上げてください。で、我々も何かこういうところが抜けがある、あるいはこのプラントについてはこういう事象を見ないといけないんではないかという場合には、当然そういうことを見に行きますし、事業者も自分で自ら気がついた場合には、それを事象として取り上げる、それはもう事業者の安全に対する責任、自分たちにあるわけですから、当然それはもう最もの話だというふうに思っております。ただ、事業者だけがその事象選定をするわけではないし、我々も責任を持ってそういう抜けがない、欠けがないかどうかというところについてはきちっと検査あるいは審査の中で見ていくつもりです。ありがとうございました。先ほど正野さんからご質問がありました政策評価について、実務的な補足説明させていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。総務課長の吉野です。政策評価昨年担当しておりましたので、経緯をご説明しますと、政野さんのご指摘にもありましたような事象を踏まえて、昨年の冬にですね、中期目標というのを規制庁全体で見直しております。その中で独立性中立性の透明性のところについて、先ほど5年から入ってきたという目標の追加がございまして、令和2年とは違う状態で今後政策評価を行っていくという体制で見直しを行ったということで、違いが出てきているものでございます。で、昨年度末時点の政策評価に記載がなかったことについては、委員会の中で杉山委員の方から修正をするようにというふうにご指摘をいただきまして、対応した経緯がございます。はい、よろしいでしょうか。それでは本日の会見は以上としたいと思います。ありがとうございました。